願います。暫時休憩いたします。12名の諸君の出席がなく、出席議員が評決に必要な所定数に達しませんので、本日の採決は行いません。これをもって議事を閉じ、平成25年第1回3月臨時会を閉会いたします。よろしいでしょうか。代表して、NHK の番組。市民の皆さんが、今回の不信任というのは、跳ね返していただいたというか、しっかり引き続いて頑張りなさいというふうな後押しをいただいた、それを議会の皆さんがご理解いただいたんじゃないかなというふうに思います。この間本当に、市民の皆さん、関係の皆さん、ご心配をおかけをしまして、また西条市の、信頼というか、そういうものも失墜をしましたんで、大変、申し訳なく思っています。必ずこれをバネにして挽回できるように努力をしていきたいというふうに思います。